はい、皆さんこんばんは。こんばんは。あまたかのチョイス、私タカピーと天藤と申します。はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで今回も始まりました、あまたかチョイスでございますけれども、こちらの放送ではですね、毎回特定のテーマを選んでチョイスしてですね、そのテーマについて私たち2人で30分間お互いの考えを語り合っていく、そんな内容でお届けしております。はい、はい、ということで今回のテーマですけれども、はい、天藤さん、今回はどんな感じでございますでしょうか。今回はテレビゲームです。ああ、ピンポイントで、なるほど、テレビゲーム。いや、ボードゲームの話をした時にタカピーさんが、俺はテレビゲームの話もしたいと言わんばかりの圧を感じたので、これでいきましょう。まあ、なるほど、ああ、ありがとうございます。まあ、なんというかあれですね、こう。すごく正直に言ってしまうと、まあなんか、ボードゲームの話が出るときに、なんかテレビゲームと比較してボードゲームここがいいよって言われるケースって割とあると思うんですけど、うん。なんか正直、私としてあんまりそういうのが、なんか好きじゃないというか、うん。なんでしょうね、その、今本当にこう、まあボードゲームを介して、まあ本当にいろんな人と出会うことができたし、まあいろんな場に行く機会もできたし、うん、やっぱそういういろんな私にとってもこうきっかけはあったなっていうのは感じてはいるんですけど、うん、ただもともと私自身が好きだったのがやっぱりテレビゲームだったっていうのがあって、うん、でやっぱりそのテレビゲームでも交流というか親睦が深められるんじゃないかなって思っていて、うん、でまあやっぱできればそういう場を作りたいっていうのも思っている、まあ、人なんですよ、うん、っていうのもあったので、まあ、若干ちょっとね、うん、前回ちょっとすいません、なんかちょっと熱々と感じてしまったのであれば申し訳ないんですけど、いやボードゲームの話だって言ってるのに、まあね、テレビゲームの話が入ってくるからいやだからその比較をして言われるとちょっとねと思ったっていうのが、まあまあ要はそういう話ですよっていう、だからまあ、そもそもの話として、まあテレビゲーム好きっていうのがあるし、今でもやっぱ好きなので、まあそこの話を、うん、まあ、まあ、今回改めてという形で、まあいただいたようなので、うん、まあじゃあそんな話をさせていただければよろしいですか。まあ、仕方ないですね。ありがとうございます。はい。まあまあまあ、その、まあテレビゲーム、うん、まあ今だとスイッチだったり、うん、まあ DS だったり、うん、まあ携帯ゲーム、まあどこでも持ち歩いて遊ぶっていうゲームも多かったりしますし、うん、まあプレイステーションだったり、うん、旧来で言うと、まあ、ファミコンだったりスーパーファミコンだったり、うん、まあ家庭用ゲーム機って呼ばれる、まあ据え置きで遊べる。テレビと繋いで遊ぶタイプのものとかもまあいろいろありますよねっていう中で、まあ、やっぱその私自身はそのファミコン時代からまあ遊ぶ機会があって、やっぱりその方がこう自分の中ではこう小さい頃からの思い出でもあるっていうのがまあ背景としてあるんですよね。うん。うん。天藤さんでもそういう意味であればどうですか、テレビゲームも合わせてお好きそうな印象ではあったんですけど。多分ですけど、テレビゲームも、私の方がタカピーさんよりやってると思いますよ。あー、でもね、それはね、なんとなく思います。うん、多分ですけど、私もその、タカピーさんがどのくらいやってるか知らないですけど、私の方がやってると思いますよ。はい、うん、なんかね、やり込み方だなと思ってるんですよね、天藤さん。なんか、ほんと一人で黙々と遊べるタイプだし、多分遊んできたんだろうなっていう印象があるんで、その、なんでその実力差を感じるかっていうのは、私の方がやってる時間が多いからですね。
うん、まあ、そうでしょうね。うん、それはわかりますよ。うん。まあまあね、ちょっと前回も話し合ったと思うんですけど、まあその、やっぱ経験がね、その、あるなし、その多い少ないによって、まあやっぱその実力差がつきやすいっていう、まあつくこともあるよっていうのは、まあね、それは多分テレビゲーム、ボードゲーム関わらずかなとは思うんですよね。うん。まあなんていうかその、そうですね。まあ一人でやることもまあ多かったと思うんですけど、例えばその友達を家に呼んでとか、うん、誰かの家に遊びに行ってとか、やっぱりそこで人と一緒にテレビゲームで遊ぶっていうのも結構やってたと思うんですよね。うん。で、まあ、例えばまあそういう、まあね、前で言うのはそういうこと、スト2とか、キングオブファイターズ、うん、あーね、まあ、うん、とか、そうですね、まあ、そのあたりの格闘ゲームもやったりもしてましたし、あとはその、まあ、桃鉄とか、その、うん、それこそこう、テレビゲームで遊ぶボードゲームじゃないですけど、こう、うん、まあ、パーティーゲームに近いような、複数人でワイワイ遊ぶようなゲームをやったりとか、なんかやっぱそういうのは、それぞれやっぱり思い出としてあるんですよね。うん。そうです。だからまあなんか、で、やっぱその大人になってから、そうやってこう、人と集まって遊ぶ機会っていうのがなかなかなかったよねっていうのは、まあ実はテレビゲームでも思っていることであって、うん。なんかその遊ぶ場っていうのをまた作っていきたいなっていうのはやっぱり思ってたとこなんですよね。うん。うん、だまあなんか、それを元にして、まあ人を呼んで集まって遊んでみたいなことをやったりもしてたんですけど、うん、まあちょっと特に今年とかはなかなかこう集まって遊ぶっていうのも、まあやっぱ難しいっていうのも含めて、うん、まあちょっとその対面で集まってっては難しいなっていうところと、まあなんか場所を問わずに楽しめる方法、楽しんでもらう方法ないかなっていうところで、うん、まあ一つ方法としてそのゲーム実況っていう方法があるんじゃないかなっていうのを考えて、なるほど。じゃあ、まずはそこもやってみたいなと思って、まあ今年はちょっとそのテレビゲームでのゲーム実況っていうのを YouTube で、うん、まあ合わせてお届けをしているというのも実は背景としてあります。なるほど。高ピーさん、その、同じチャンネルでゲーム実況動画というのも上げておられるんですけれども。はい。それには、その、テレビゲームに多くの人にも、今でも、その、触れていただきたいという思いでされてるんですか？そうですね。なんかこう、テレビゲームを通じて、その、楽しさだったりっていうのを共有できる方法を作りたいな。だそれが今までだったら、まあ場所を作って、そこでっていう風なこともできたかもしれないですけど。うん。まあちょっと状況も状況だし、まあ結構今いろんな人が、まあなんて言うんでしょうね、違う場所に、まあ引っ越しとか、まあ、離れてっていうことも、まあなんとか多くなってきたなって感じたので、まあそういうことも含めて、うん。まあちょっと新しいチャレンジとしても、できれば方法として、やってみてもいいかなって思った感じですかね。うん、なるほど。うん。まあまあ、それはなんか今やってる取り組んできたこと的な話ではありますけど、まあまあ、純粋にもともと好きでやってたので、だからまあ本当にそのファミコンから始まって、多分一番今までやってたのはスーパーファミコンの時代だったんだろうなっていうのが、うん、ミニスーファミが出た時にすごく感じましたね。なるほど。あ、この頃のタイトルやっぱ一番やってたんだろうなって、なんか思い入れが強いというか。うん。甘藤さん的にどうですか？その、まあ、テレビゲームもよくやってたって中で、この頃よくやってたな、特にみたいな。私は、ファミリーコンピューターとスーパーファミコンが一番やってると思います。おー、あ、じゃあやっぱそこは、なんか近い感じですかね。うん、他のゲーム機もやってましたけど、うん、はい。まあ、その頃の方が、やってる種類が多いですね。その後はなんか、一つのゲームをもしかするとやってる時間で言うと他のゲームの方が長いかもしれない。ああ、うんうん。なるほど。そうですね。
例えばなんかそのどういうタイプのゲームが好きだったりしました？やっぱりそのパズルゲーム系とかですか？アクションです。あ、そうなんですね。パズルもやってますけどね。でもなんでしょう。はい。同じぐらいの相手がいなくなると、やらなくなっちゃうかな。なるほど。もうコンピューターでは飽き足らず。コンピューターは人で探しても見つからず。それと、2戦目ぐらいで、あ、このゲームやめようかってなります。ああ、なるほど。ああ、そういう感じなんですね。まあ、稀にその同じぐらい、あるいは自分より強い人もいたりしたんですけど。はい。まあ、その、言っても、その、めちゃくちゃ強いわけじゃなくて、うん、ある程度その、周りにいる人の中で、はい。強いぐらいですけどね。はい、はい、はい。その、本当にやり込んでる人とかには、もう一切勝てません。ああ、まあ、なんていうかその、もう上を見るとキリがないですからね。いや、本当に。なんかもう、パズルゲームも、その、もはや機械ではっていうぐらい、覚えてる人とかもいたりとかするんで。うん。そういう人には、全く違かったな。うん。なるほど。アクションは、なんでしょうね。その、レベルが上がっても一応やることがある。はい。その、クリアはできるけど、じゃあクリアできたけど、アイテムを使わずにクリアしようとか。ああ。その、より早くクリアしようとか。うん。なんとなくもう一回クリアしようとか。はいはいはい。一応あったりして、それはそれでいいのかな。ああ、なるほど。なんか思い入れの強いタイトルとかってあったりしましたか？アクションだと、ロックマンシリーズ好きですね。ああ、なるほど。ああ。いいっすね。あとは、最近スイッチで配信されてドンキーコング2も好きです。ああ、はいはい。ああ、そうですね。確かに。人気どころ。そう。まあ、そうですね。ああ、なるほど。確かにアクション。もうなんかパズルの話を聞いてるとなんかもう、なんかこう想像してる次元がちょっと一個先に進んでる感があるんで、まあ、ちょっととは思いますけど。いや、まあまあ、そうですね、まあ。パズルも好きです。今でもティトリスピッキーやってますよ。なるほど。結構やっぱ一人で遊ぶ。まあまあ、結果そうなっちゃうのかもしれないですけど。まあそうですね。まあ、確かにやり込もうと思えばやり込めるゲームっていうのもね、ありますからね。まあ、例えば RPG でもこう一周でもういいやって思う人もいれば、こう二周、三周やったりとか、まあなんかレベルを全部上げてとか、なんかまあね、そういういろんな遊び方ありますからね。タカピーさん、思い出のゲームは何ですか？まあ、いくつかあるんですけど、まあ、やっぱりまずドラクエシリーズ。ドラクエ。で、特にドラクエ4は一番印象強いですかね。なるほど。ドラクエ4は、当時その発売日に買ったっていう類のゲームの記憶があるんですけど、うん、やっぱ当時すごいシステムが新鮮に感じたんですね。うん。実際第1章から第4章まで、まあそれぞれ別のキャラクターが主人公になって、そのシナリオというか、物語進めていくんですけど、はい、で、まあ最後の第5章で全員集まってみたいな。集まってザラスを唱える。その、あれですかね、もうコンピューターがとにかくクリフトにザラスを唱えさせるみたいな、そういう類の、なんか、いやまあね、でもなんかその、まずそもそもその一つの章ごとでキャラクターが変わってストーリーが変わってっていうのが結構当時新鮮だったんですよ。うん。で、なんかもしかしたらそういうなんかいろいろ同じソフトで楽しめる的なのが好きなのかなっていうのも感じてて。で、うん、まあその後しばらくして出たライブアライブとかも好きなんですよ。うん。ライブアライブもその、7個ぐらいだったっけな、その複数のそのイベントをクリアして、最後、まあ仲間と合流して、うん、ラスボスへみたいな進め方だと思うんですけど、うんうんうん、やっぱそれぞれこう楽しめる新鮮さ。で、ライブアライブに関しては、本当にいろんなそのデザイナーの方がとか、まあ、BGM 作ったりとか、もういろんなこう人の力が集約されてできた作品みたいな感じだったはずなので、うん、なんかすごくやっぱ、なんでしょうね。印象に強いですね。
で、あとは、その、スーパーファミコンの時とかは特にこう、ソフト1本あたりの値段がかなり高かった時代じゃないですか。そうですね。稀に1万円超えましたね。そうですよね。ってなると、こう、やっぱお金の問題もあって、なかなか何本も買えないわけですよ。うん。っていうのも含めて、やっぱ一本一本のその思い入れというか、やっぱ印象はその分強いのかなとかっていうのはなんとなく思ってたりしますかね。なるほど。うん。もうなんかこれでお年玉使っちゃったよみたいなレベルだったと思うんで。まあ、しかもレビュー見てないから当たりか外れかもわからない。まあでももうなんかこれ面白いし、もうとにかくやりたいだろうっていう感じで、多分人気タイトルは予約して買ってたみたいな時代ですね。もうなんかその普通のゲームショップじゃなくてなんかこう、なんて言うんでしょうね。なんかこう雑貨屋さんというかなんていうか、なんかそこで、なんかちょっと小さいお店でゲームも取り扱ってるみたいなとこなら予約扱ってるぞみたいな。ああ、じゃあそこ行く行くみたいな、なんかそういうこともやってた時代ですね。あの頃はそうです。結構その、テレビゲームに触れる機会が、多かった。その、例えば、筐体と言われるゲームセンターにある格闘ゲームの機械みたいなものもそこら中にあったような、はいはい。あ、ありましたね。はい。なんか、本当にこう、駄菓子屋さんとかの、こう、お店の先で遊べるような、とか、うん。なんかこう、まあ、お店によってはなんかこう、普段は使われてなくて遊びたい時だけ、コンセントに電源差し込んで遊ぶみたいな、なんかそんなお店も中にはありましたね。これ遊んでいいって言っていいよって言われて、じゃあザクって差して。そう、それで遊ぶみたい。ああ、でもやってましたね、そういうのも。うん。だそういう意味ではゲーセンも、そうですね、割と遊んでたかもしれないです。うん。まあだからなんかそういう、はい。やっぱそういう小さい頃からの思い出があるんで、やっぱり今でも好きかな。まあ一人でもできるからっていうのももしかしたらあるかもしれないですね。逆の言い方をすれば。一人でやることが私は多かったです。まあ一人でも二人でも複数でもまあどっちもあったかなと思いますけど、まあでも一人でも楽しめるっていうのは、まあもしかしたらテレビゲームの良さかもしれないですよね。なんかこう、対戦って子供の頃あんまりしなかったですね。多分なんですけど、私の方が大体やってるから、あの、大体対戦ゲーム二人じゃないですか。とりあえず、なんかちょっとやって、お互いにその、力差があって、ああ、この勝負もう動かないんだろうな、なって、やっぱやめようかってなって、結局一人みたいな記憶があります。そっかそっか。なんか、だからそういう意味では二人で、っていうのもやってたけど、複数人でっていう方が好きだったかもしれないですね。その、例えばその時代とともに、徐々にその、例えば64と呼ばれる Nintendo 64。はい。出て、これ4人対戦できるじゃないですか。やってました。がっつりやってました。で、はい、さっき、ちょっとそのボードゲームの回で話したことがあるんですけど、4人だと力差薄まるんですよ。そうですね。うん。で、今はそのネットになったじゃないですか。はい。で、誰かもわからない人と当たったりとかして。はい。それもその、ものによって4人ではなく8人とかもっと多く。うん。になると、実力差そんなにわからないし。はい。もしかしたら勝てるかもっていう気持ちでできるんですよ。その辺がきっと徐々に、その、力差を緩和する。部分になって。でもそれでも実力のある人がやっぱり勝ちやすくはなっているようなところがあって、私はそれがいい傾向なのかなと思ってます。まあそうですね。だからやっぱ実力差がなく楽しめるっていう要素っていうのは、多分ゲームの種類問わず必要かな、まあ大事かなっていうのがあって、例えばその、まあ好きなタイトルでもある、やっぱ桃太郎電鉄、桃鉄的なものも、
やっぱりそのお邪魔キャラとかによって、こう一瞬で展開変わっちゃったりとか、なんかそういうこうわちゃわちゃする感じもあるしとか、うん。そうですね。まあちょっと前で言うとそのドカポン的なタイトルのものもあったりとか。喧嘩の原因で。あとは、ある。ありますね。あとは、クニオくんとか大運動会みたいなタイトルとかもね、あれもかなりわちゃわちゃ、しますよね。いやー、やっぱそういうのが楽しいのは多分今でも続いてあるかもしれないですね。うん。うん。まあ64もやってました。もう、うん、マリオカートとかね、やっぱありましたし、うん、その時、それこそスマッシュブラザーズもその頃だし、うん、あとはやっぱ007ですね。ゴールデンアイ。はい。あれは今でいう FPS って呼ばれる種類のゲームなのかなとか、ちょっと最近ふと思ったんですけど、ゴールデンアイはがっつりやってましたね。むしろ今でもまたやりたいって思うタイトルですね。あのゲームはあまりやってなかったんですけど、とりあえず上手い人になるとチョップで倒してくるっていう。いや、まあそれは多分上級でも、本当そう、なかなかね、そう、当てられないんですよね、チョップだとしてもね。うん、もういざとなったらロケットランチャー足元にかばすぞ、みたいな。そう。なんかこう、うん、要はその、お互いにその出会って銃で撃ち合うゲームなんですけど、はい。なんか時々ロケットランチャーっていう危険なものとか、モーションセンサーっていう危険なものとかがあって、はい、あるんですけど、でも最終的に上手くなった人は、なんかその危険なものを全部回収してから、銃をしまって、あの相手が銃でやってくるのをかわしながら近づいてチョップで倒してくる。それはもうだいぶレベルが高い。バリプレイ。なるほどね、うん。そうね。だからまあ、やり込むとどうしてもね、まあ、まあもちろんそれは調整しようとしてそうなってるとは思うんですけど。うん。うん、でもまあね、だから、やっぱそういう意味でもウィーとか、あとボンバーマンがあるじゃないですか、だって。そう。高ペさんが大好きなボンバーマンですよ。なぜかなんか私のイメージイコールボンバーマンみたいなところがどっかで、なんか一部の界隈でなんか言われてそうな気はしますけど。そんなこともないんだけどな。どうなんだろうな。うん。なんでしょう。ボンバーマン実力さ、アクションで一応なるかなと思うんで、あるんですけど、結局のところ一発で死んじゃうから、注意なミスで死んじゃうっていうのが、いいところなんじゃないかな。ああ、そうっすね。やってましたね。やっぱ、Wii で8人で遊べるっていう。Wii のコントローラーとゲームキューブのコントローラー合わせて8人で遊ぶみたいなこともできた。ですけど、うん、8人でわちゃわちゃやった時のもう、なんて言うんですかね、もう、収拾のつかなさったるやんないですよね、あれ。うん。うん。まあね。からまあね、なんかそういうのも含めてこう、やっぱり、まあ、過去振り返っても楽しんでいたのがテレビゲームだったりするので、まあそれをまた今後もどこかでできる機会を作っていければな、とは思いますかね。うん。うん。まあ、まずは、目先の話であれば、ゲーム実況も、同じく YouTube でアップしてますんで、ね。そちらもぜひ、ご興味あれば、ご覧いただければ嬉しいなと思っております、ね。はい。宣伝したがりますね。いやいや、いや、流れ的に言っといた方がいいかなと思って。うん、そちらはね、大輔さんとか、わかめさんとか一緒にやっている方もいらっしゃいます、ね。はい。そちらでぜひということで。うん、まあまあ、そんな感じですかね。なるほど。大丈夫ですか、はい、テレビゲームの話できて大丈夫ですか。まあ、いいんじゃないですか。まあ、ちょっとこの放送を聞いてですね、なんか、例えば、うん、もうまた別のこういう話もしてほしいとか、何かまたあればですね、まあ、もしかしたらまた同じテーマで話す機会もあるかもしれないので。うん、もう一回話すんですか。いや、わかんない。だって、ボードゲームだって前回ね、もう一回あるかもって言ってたんで、そのあたりはもう、ご希望なども含めて、コメントなどでいただければなと思いますんで。はい。まあ、今回のテーマは、テレビゲームということで、お届けしました。はい。はい。はい。ということで、じゃあまあ、30分そろそろということで、今回はここまでとさせていただきます。はい、ではあまたかのチョイス、私タカピーと
ハマトーでした。はい。本日も最後までありがとうございました。ありがとうございました。